お疲れ様です。声どうしちゃったんですか今。ちょっと女二人がお前緊張しよう。私たちで。ちょっと午前中ちょっと時間があるってことで、資材置き場より犬？犬。野良犬。野良犬かどうかじゃない。なんだ名前がなんだ。レッサーです。レッサーと？ビビっていうのがいてもう一匹。うん。でビビは、うん、もう。虹の橋を渡っていきました。虹の橋を渡ったそんなに話じゃねえだろで、なんか、まあ、そのレッサーとビビーで、ビビーが死んじゃったんだ、はい、お亡くなりになって、はい、で、まあ、そのレッサーだけはまだ今、死ぬ時もおる状況なんでしょ。います。めちゃくちゃ元気です。で、犬小屋なんか作っとるとか言ったよな。あ、そうですね。朝ごはんでのみんなで作ってくれてます、うん、で、ゴールデンウィークも完成したんかな。まだ完成は。マジで。まだ完成はしてない。まあまあもう当たり前で言えなかったけど、かわいそうだろう。でもその犬、警察に2回もお世話になってるんです。なんでなんで?2 回もお世話になってるんです。なんで脱走して。そう。本当に。そうなんですよ。どうやって脱走するのかなと思う。いや、もう、これは人間の不注意です。戸締まりちゃんとしてないとか、うん、そういうので、隙を見て脱走しちゃって。で、ゲートも中に人いたら開けっぱにしちゃってるから。あ、その隙を狙って散歩は誰か連れてんの。連れてて毎朝。朝と夕方と。朝毎日連れてんの。らしいです。連れてます。朝5時6時に。はい。そうですね。誰か手を空いてる子が交代制で。あ、もう絶対に朝と夜は連れてくっていうルールなんだ。まあちょっとほんで犬をね見に行こうかな。ちなみに二階堂城のチャンネルでは一回もやってないよね。やってないです。そうですね。まだ出演もしてないです。佐々木ファミリーチャンネルでは上げてます。指示は取れてる。まあまあぼちぼちって感じ。そんな別にめちゃくちゃそれだけ特に伸びるとかはなく、まあ、私たちの平均、ああ平均ぐらいかなって感じです。ああ、そういうことな。はい。まあでも犬って結構可愛いしな。そうなんですよね。でもやっぱ多分登録してくれるあの視聴者さんの層は変わりましたね。ああ、その保護犬とかで多分引っかかって見てくれる人が、うん、新たに登録してくれたりとかっていうのがあったんで。じゃあうちもちょっとこれ大々的に保護犬を使ってます、ね、視聴者の皆様大々的に今から保護犬に会いに行くんだな。そう、保護犬です。野良犬じゃないです。野良犬じゃない、ね、保護犬な。この前高級な食料買ったらしいです、堀川さんが。なんで？なんか餌全然食べんかったから、うん、ちょっと高めのやつ買ったらバカ食っとったって。マジで嘘。翔さんが買ってきたって言って。あ、そうなんだ。ボロボロだったんだろ。いや、本当にそうです。ボロボロって、もう一匹の方がもう本当にヤバかったです、ね、やばかった。腰も曲がっちゃってて、うん、なんか虐待を受け取ったんじゃねえかみたいな。っていうのも最初は疑いましたけど、まあ、一応病院連れてたら骨とかが折れてたりとか、うん、そういうことはなかったんで、うん、そのもう一匹の方は完全にまあちょっと年取って変形性のそういう骨が曲がっちゃう。そうですね。多分おそらくワクチンとかを多分何にも打ってないんじゃないかなって感じですね。そういうことだ。もうなんか変な飼い方じゃないけど、ね、外で飼われとったらいいねみたいな感じなのぽいですけどね。まあ憶測でしかないですけど、これ私たちの、うん、外飼いで、うん、もうきっと捨てられたんだろうなっていう感じなんですけど。逃げたんじゃなくて、逃げたって、逃げて歩いてこれるような状態じゃなかったんで。一匹だけだったら逃げてきたかもしれないですけど、ね、レッサーだけだったら逃げてきたのかなと思うんですけど、うん、こんだけ警察のお世話になってるんで、うん、そんだけ逃げるんだな。そうです、そうです。来てどんだけ1、2ヶ月。もう2ヶ月ぐらい経ちますね。だろう。と よく何警察におるって分かったね。一応届けですぐ出して、うん、その迷子になったんでっていうのだけ出して出しとくと、誰かが保護して警察に連れてってくれたりとかすると、警察から、ね、連絡来たりとか、でそれが1日とか2日しか見取ってくれないんですよね、警察だと。ああ、そしたらどうなるの。愛護センターの方に連れてかれちゃいます。ごめん、何もう焼却処分か。愛護センターに連れてかれたらその可能性は高いですね。もう見つからなかったら殺処分だよな。そうです。なんで私たちもそれが嫌で保護した時に愛護センターには送れなかったんですよね。ああ、そういうことな。でもまさかその犬2匹も YouTube やってるやつらに見られると思ってないな。いや、でも本当そうですよね。まあまあラッキーだよな。でもなんかネタにしろって言わんばかりの感じで、本当に家の前に本当に2匹いたんで。そうそう、まあ言って、まあ YouTube とかでもこういうね、まあ素材がないっていうかネタがないじゃん、うん、今日なんかまあちょっと休み明けだしちょっと犬でも見に行こうかって言ったら動画になるで、はい、気になるけど、俺も別にそうだったら行かないもんね。うん、だったら事務所でなんかやることはあるじゃん、別に。確かに。そう考えたら、いいよな。
もうだって動画にした以上変なことできんしてこの動画出て次あの犬愛護センターに連れてってみたってなったら相当やばい、本当にサイコパスでもサイコパスです、本当にサイコパスです嬉しいわ、サイコパスっていう表現がよし、まだとりあえず行ってみよう。はい、行ってみよう。練り替道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。バイバイ。おお、結構立派な小屋で来とるじゃん。そうなんですなあ。まあまあちょっと広めで。います。でけ。こちらが。おお。中に一緒に入って戯れてください。になります。番犬や。番犬です。でか。レッサーおはよう。おはようレッサー。すげえ。映画パワーあるやん。めちゃくちゃ早いんですよ。嘘すごいな。そうだ、走り回りたい。すごい興奮もある。すげえ、やべえ、めちゃめちゃ元気。レッサー、これが明日愛護センターで撮影するって言ってた人の S です。レッサー、すまん。休憩。これない、もうあそこ閉めようとも逃げていく。いや、ゲート閉めたら結構放し飼いにします。おしっこしたいかも。中でするの？中でしないんですよ。あ、この敷地内も。そうなんですよ。めちゃくちゃ賢いじゃん。すげえパワー。めっちゃ走ってくからめっちゃ走ってくるやん。おしっこしても今してんじゃない。あ、してるしてる、尻尾上がったもん。ちょっと持ってみたら。マジっすか。めちゃくちゃ馬力、あの、でもちょっと疲れ始めたです。なんか嫌がられとらん、なんか歩くのめっちゃ遅くなったさっきさんの時走ったり同時レベルで歩いてた。水も飲んでますね、一応入れたらね。なんか散歩してるのなんか意外すぎて。買うかな。慣れとんな。さすが、自分の資材置き場我が家すごい、すごい元気でもやっぱ外出たいんだな。多分。いや、なんかこの前翔さんと喋ってたのは、ビビも探しに行ってんじゃないって言って。それもあるかもしれんね。そう、ずっと一緒におって。いや、分かる。それがここに引き取りに来てもらってるんですけど、仮装の車に。もう珍しくその時吠えてて、その車が出てく時に。あ、ビビを連れてくるみたいな感じなのかなっていうぐらい吠えてったもんね。死んだと分かってなくて、連れてかれたと思って探しに行ってんのか。寝とるだけみたいな感じだったのか。なのか分かんないけど。死んっていうのを理解してもらう。で、それその前まで別に脱走とかそんななかったそんな。二人一緒にいるときはそんなことなかったんで。それはあるかもしれない。そうそう、それは喋ってたこの前。まだ洗ったりのシャンプーあるの。じゃあうちもちょっとこれ大々的に保護犬を使います。視聴者の皆様、犬愛護センターに連れてってみたってなったら相当やばい、本当にサイコパスでも。サイコパスなくなったっすか。レッサー、レッサー、こっちいて、向こう行って、向こう、あっち行って、あっち行って、はい、ほら、あっち行って。はい、ストップ。犬に振り回される社長みたいなやつになってもうあったかいからね、今日タオルかなんかいるの。めちゃビビるもん、水に。でもそう、ほら、やがる、めちゃビビっとるもん、ほら。水嫌いなんだ。ほら、見てて、ほら、めっちゃ嫌がってる。水嫌なんだ。おいで、よし、おいで。あ、お利口。
日がもうしんどるな。そうなん、カット連れてったらないかん。そうだよな。うわめっちゃきれい、クマみたいな。本当にクマなんですよ。大きいしね。お湯が、温かい水がまだ。これ毛が、ゴリゴリ毛がもうしんどる。土がめちゃくちゃ絡まっとる、うん、やばそう。ビビの時もそうですよね、うん、たわしみたいなのないのかな。あれしかない、串があるよ。でもちょっと落ち着いたね。落ちるでしょ、うん、なんかすごい意外な絵図なんですけど。嘘。あ、気持ちいいやな。もう一回。耳塞いだ。耳塞いだみたいな、まさか言って。耳塞いちゃうな。そうそう。めっちゃ可愛いやん、これ。めっちゃ可愛い。めっちゃやられてますか、マジでだけど、めっちゃ可愛いから。縮こまっとる、怖いな。水が嫌なのはあるかもしれない。水はめっちゃ怖がってますね。多分今まで洗ってもらってるとか、多分そういうのがないんだと思います。だから慣れてないんだと思う。こういうとこって気持ちよくなるから好きですね。顎の下とか耳のこの後ろのところとか。かわいいな、レサ顔。しかも離したし脱走しやがって。レッサーで、おじさんだからやられたらしい。疲れてるやん。やっぱ怖いんだな。水は怖いかもしれないですね。マジクマ。ねえさ、気持ちいいね。うわ、本当だ。すげえ。なんかすごい意外な絵図ね。すごいすごい。これめちゃくちゃ高評価出るんじゃない？意外と犬好きなんだみたいな。ね、ここでカットさ、全部された。俺がなんかやってるとこカットかもしれない。レサこっちだよ。なんか本当犬に話しかけてるのなんかちょっと意外すぎて、なんかほっこりしちゃう。ちょっとほっこりしちゃう。いや、そのイメージがない。その動物に戯れてるイメージがない。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、まあ、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、レッサーとその仲間たち。あ、いいそれ、いい。まあ、今度また続きでこう小屋作るというかな、うん、そうです。まあ、それが足場班の方に上がるのか。ぜひこのレッサーここに来たその経緯、うん、っていうものも佐々木ファミリーチャンネルに上がってますので、はい、まあ、じゃあちょっとこれも二階道場の仲間として見てもらおうかな。やったー。ありがとうございました。今日初だもんな。そう、確かに前は、まあ、みんなが世話してね、しっかりどうせすぐ上げてくるかな。みんな意外と毎朝、もうマジで、あの本当にいなくなった時、みんなあの全員総出で車やらなんやら徒歩やらで、みんなでここら編集編を、ね、探し回るんで、脱走して、社員経験もらえるね。そうですね、ちゃんと自分たちで責任、そうですね、責任持って、面ではいい教育にはなると思うんで、
まだドバゲンレッサー出てくると思うんで、ぜひ応援の方よろしくお願いします。お願いします。まあ、あんまり人気ないと俺あの処分場連れてから。やめて。サイコパス以上のサイコパス本当に。数字で決めるから。やばいやばい。うち。お前一応家族として見てもらったから。皆さんお願いします。毎日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 。私いろんな人の携帯で見まくります。よろしくお願いします。お願いします。せーの。また見てね。レッサー手振れ、レッサー振れ。レッサー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 。バイバイ。眠たそう。かわいいな。